はい、どうも、チャンネルありゅうです。はい、今日はですね、ある、超有名な方が、言った言葉をですね、ここでお伝えしようと思います。はい。で、この言葉をですね、言った人が誰かっていうところなんですけども、文章からいきましょうか。まずですね、この〇〇を表に出したのは、世界の人々に日本の文化の一つとして発表していただきたい。きっとその実践は世界平和に役立つことであろう。はい。っていう内容ですね。日本の、ある文化を表に発表したのは世界平和につながるからだと、いう言葉を喋った人がいます。はい。で、これが誰かっていうと、3択です。1番、昭和なので枯れすすき。2番、天皇。3番、ニーチェ。はい。正解は、言いません。あなたにお任せします。はい。で、この〇〇ですね。何が入るか。これはですね、この紙を文字を表に出したのは、世界の人々に日本の文化の一つとして発表していただきたい。きっとその実践は世界平和に役立つことであろう。ということなんですね。わかりますか？さっき言った3択のどれかの人がですね、そのようなことを言ったんですよ。ということは、紙を文字にはとんでもないエネルギーが秘められているということになります。という話です。はい。今ですね、チャネラリュウと LINE で友達になってくださいキャンペーンをやっております。あとですね、この動画の下に私のホームページとアメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャネラリュウでした。